たも刺さずに去ってゆく、あなたの後ろ姿曲がり角に消えるまでバックミラー越しに見てた。みんな好きの雨に打たれてさざ波が立つ記憶に、この先何があろうとも思う心は変わることはないと信じて、愛する人と共に眺めた花、願わくばもう一度あの日に戻りたい。さみだれの切れ間に光、きらめく愛の花。花言葉さえ移り、だから責め合うのはよそ。この雨が願わくばもう一度あなたに会いたい。さみだれの切れ間に刺す光、きらめく愛の花。
オタ川光キャスオミキャス。はい、こんばんは。松尾高見ツイキャスオミキャスの時間でございます。冒頭音声が二重になったということで大変失礼いたしました。確かに、2つ音声を、ね、開いていまして、でもこれって自分なりやもにじゃ分かんないんですよ。教えていただきありがとうございます。ということで今週も盛り上がっていきましょう。久しぶりにワンオペでお届けしたいと思います。30分になってからは初めてのワンオペということで、まあ、どんな感じなのかやってみましょう。はい、はい、鈴鹿さんこんばんは。はい、歌詞ありがとうございます。ハイドランジュオタクさん、ね、新曲を聴いていただきました。はい、のりにゃんさんこんばんは。はい、きょんさんこんばんは。 KO107 年ぶりの2度目の優勝で優勝しましたね。そして先頭打者がホームランとはね、面白い試合でした。僕もずっと見てました。先頭の丸田くんってね、KO のプリンスと呼ばれてるね、丸田くん、アンダー18、ね、日本代表にも昨日選出されまして、慶応の一番バッターが丸田くんで、仙台育英の一番バッターが、ね、橋本くんっていう、彼が歴代4位の、ね、23本かな、すでに甲子園でヒットを打ってまして、歴代1位が、ね、清原、ね、清原選手27本で、2位が桑田真澄なんです。桑田真澄でね、 KK コンビで有名でしたけども、 PL 学園のね、バッターとしてもむちゃくちゃ才能がありまして、バッターとしてもプロに行けたんじゃないかと、まあ、今だったら二刀流なんて、ね、話になってるんじゃないかという、まあ、選手なんですが、25本打ってるんです。確かね、ホームランも5、6本打ってるんですよ、甲子園で。これすごくないですか。甲子園で5、6本ってまず尋常じゃないですからね。これも歴代何かに入ってるんですけど、さらに桑田真澄は、ね、勝利投手の10何勝とかだったと思いますけどもね、もう多分永遠に破られることのない記録を持っていまして、まあ、そんな中でもう何十年ぶりかですよね、食い込んできた。今日ねヒットが 2,3 本出てくれないかなと思ったんですけど、残念ながらノーヒットだったんですが、その代わりといっちゃなんですけども、慶応のね一番の丸田くんがもう先頭打者ホームラン、これは史上初ということで、華々しく、なんだか決勝戦始まったって感じの、ね、とても面白い試合でした。はい、まあ、結果ね、慶応がもうちょっと点差は開きましたけど、5回か6回だったかな、高橋投手という仙台育英の背番号1、ね、エースナンバーのピッチャーが5点取られちゃったんですね、変わりっぱなに、ね、その回さえなければ実質3対2なので、かなりもつれた試合になったんじゃないかなという、まあ、たらればですけども、まあ、どっちにしろね好ゲームでございました。はい、今日もよろしくお願いいたします。で、今週はね乾杯を、これオミキャス始まって以来ですよ、日本酒以外で乾杯をしたいと思います。今巷で大流行りのザバスでございますよ。皆さんきっと皆さんも今ザバス飲んでるんじゃないですかね。みんなでザバス乾杯しましょう。はい、来たプロテイン、早速来ましたプロテイン。プロテインの話後ほどするんですけども、とりあえず乾杯もねプロテインということで、今日はヨーグルト味用意しました。そしてマグカップはかまど炭治郎ということでお届けしたいと思います。乾杯。美味しいんですよ。皆さんいろんな味試しましたか。僕ねちょうど1週間ぐらい前ですよね、あそうだ1週間前というか、このツイキャスで石井先生がねプロテインごくごく飲んでて、それどうなの、美味しいのっていうところから始まった、まあ、企画じゃないんですけどね、僕は興味なんですけども、でその翌日からもう早速即実行ですよ。プロテインを買ってもう1週間続いてます。毎日毎日よく飲んでますプロテインね。まあ、これ飲んだからって痩せるわけじゃないんですけど、この1週間ね体型キープ、すごい下のラインでキープしてるんですよ。今年に入ってから結構僕増減が激しくて、1週間で1キロ増えて1週間で1キロ下がってとかをずっとこう波を繰り返したんですけど、この1週間フラットなんですね。なんならちょっと2、300グラム下がっていまして、なんだかいい感じなんです。で僕はね朝から飲むんです。今日この時間から飲むのは実はね珍しいと言いますか、やってないことなんですけども、朝から飲むと僕朝ごはん食べないじゃないですか。ですけど朝のでもね、前何かとお腹は空いてるんですよ午前中ね。で昼ご飯をしっかり食べるという生活したんですが、これ飲むとまあ大体1本ぐらい飲むんですけど、
もうお腹いっぱいでね、で昼ご飯も抑えられるという、まあね、飲みすぎてもなんか太るような気もするんですが、タンパク質、高タンパクってことでなんだかね、いいもの飲んでる気がするという。あと痩せやすいなと、夕方ぐらいから体重がスーッと落ちてくる。で、一晩寝ると5、600ぐらいも落ちるので、あ、やっぱり痩せやすいんだなーってのが、このザバスの一週間飲んだ、実感でございます。皆さん、何味がお好みでしょうか？よかったらね、教えてください。はい。はい、で、ヨーグルト味がね、僕一番、今のとこね、まあ、これはなんかこう、気分で変わりそうな気もするんですが、一番ハマってます、まあ、カフェオレ味とかココア味とかも甘くて美味しいんですけど、あれはね、甘すぎていっぱい飲んじゃうあっという間飲んじゃう。やっぱ水太りするのは本望じゃないのでね、そこそこのスピードでいい感じの酸味が効いてるこのヨーグルト味ね、後味も、ね、こうキレが良くてね日本酒のような説明をしますけども、まあ非常にね、チビチビいけるなっていう感覚ですね。あとバニラ味と、バナナ味と、あとソイラテ飲みましたけども、まあどれも美味しかったです。はい、バナナ味とかそのうち ブームが来そうな気もしますね、自分の中でね。で、最近お出かけするときも車の中とかでも、あの紙パックの方のね、ザバスを飲んだり、ザバス一色ですよね。プロテイン、まあ、いっぱいいろんな種類あるので、いろいろ試してみたいとこではあるんですが、うちの近所のスーパーに声優とワイズマートってのがあるんですけど、まあ、ザバス一色なんですね。あと、ちょっとよくわからないものばっかなので、プロテインはほぼザバスしかないわけですよ。なので、今のところザバス一色なんですが、多分そのうちね、そのうち粉とかにね、手を出してしまったりするのかなと、ね、思いますが、今んとこでもね、だから既製品のこの誰かが作ってくれた、またきっと機械が作ってますけど、機械が作ってくれた、なんすか、商品開発部の人たちが一生懸命ね、もう試飲試飲を繰り返して、これが絶妙なうまさだみたいなもので作り上げたわけじゃないですか。まずはそこに頼っとこうと、飽きるまでいっとこうという感覚でございます。はい、あ、ひろたくん、こんばんは。今日も福山市、府中市も雨が降ってました。仕事大変でした。お疲れ様。雨、恵みの雨ですね。ずーっと晴れてませんでしたか。千葉も言われてみれば昼間ちょっと降った気がしますけども、まあよく晴れてますね。毎日毎日暑いです、暑いですね。皆さん熱中症気をつけてください。はい、ザバスは乳製品が入っているのに飲めないです。あ、そうなんですか。一切気にしなかったな。あ、本当は乳飲料って書いてますもんね。なるほど、いわゆる牛乳割りみたいなもんなんですね。なるほど、乳製品アレルギー。あ、だからこう、なんていうんですか、ソイラテとかクリアプロテインなんかあるらしいですね。そういうこう乳じゃない方がいいわけですね。はい、どこへ行ってもチョコレートとココア、バナナを売ってるんで売れ筋なんでしょうね。私はフルーツミックスね、僕飲んでないかも。そう言われてみれば、うちの近くのスーパーないかもしれない。飲んでみよう。ヨーグルト、バニラ、カフェオレは私好みですが、チョコレート、ココア甘すぎて。チョコレート味ってあるんですか？ココアと別で、カフェオレとも別で。ちょっと後味甘そうですね。やっぱね、こういうのはこう長続きする方がいいですもんね。ミルク、あ、確かにミルクは牛乳とどうしても なんとなくこう比較してしまうんでね、物足りないのすごくわかります。あ、しんちゃんさん、こんばんは。朝食にやってみようかな。一本おいくらくらいしますか？あ、そうなんですよ。僕ね、一番最初にセブンイレブン行ったんです。あ、セブンだときっと売ってるかなと思って。ただ、もっとちっちゃいやつですよ。紙パックのやつで、あの、ストローさせるやつね。が、確かね、200円くらいだったんですよ。で、もう、これかな？これくらいかな？これが300円近かったんですよね。違うな。もうちょっとちっちゃいのかな。で、あんまそんなもんなんだと思ったんですよ。で、今までね、ザバス見たことなかったんで、スーパーとかもめっちゃ行くのに、やっぱ気になってないものって目に一切入んないんですね。で、それで、まあ、どうせ、今か別件でね、声優行くし、まあ、見てから考えようと思ったら、声優の方がガクーンと安くて、これがね、
200円ぐらいです。430ミリで200円ぐらい。ただ2本まとめて買うと340円プラス消費税、ね、ってことで僕は2本セットで買ってます。そんなもんですよね。はい。で、紙パックの方がだから170円とかそのくらいだったと思いますけども、そんな感じです。はい。なんで粉の方が、やっぱりかなり安いは安いだと思うんですよ。ただね、作る手間とか、その粉を保管しておくとかね、やっぱ場所取るじゃないですか。あと結局割るもの必要。まあ水なら水でいいんでしょうけど、まあ牛乳でね、割りたい人とか牛乳が結局必要とかなると、まあ大した差じゃないかなと。そういったスーパーで安い時に、まあまとめて買っとけば、いいのではないでしょうかと。あと1キロ買って途中で飽きたらどうするみたいな。ね、3、4000ぐらいしますよね。はい。というのもあって、まだ1週間なんでね。まだまだビギナー入り口なので、こんな感じでね付き合ってますが、まあそれがプロになると、もうそれはもうね、そうですね、あのさっきのキョンさんのああいうザバスのああいうのね、はい、シェイカーでねやったりする日も来るのかもしれませんが、まあ僕の場合旅人がね久々始まるので、旅人人生が、そういった意味ではツアー先とかではきっとコンビニのね、はい、紙パックになりそうですね。はいね、ザバさん水でも作れるから粉買って自分で水で作れば大丈夫。どうですか、水と牛乳だとなんか水とあんま美味しくなさそうなイメージなんですよね。だ高校時代とかでね、大学の時もそうでしたけど、プロテインと聞くとすごく美味しくなさそうなイメージだったんですよね。で実際飲んでる人たちもあんま美味しくはないって、別に美味しさ求めてないみたいな感じだったんで、まあそうだろうなとか思ってたんですけどね、どれ飲んでも美味しいんですよザバス今のところね。はい、大きいサイズで200円くらいです。明日注文しているソイプロテインが来る予定です。来たら即飲んでみようかと。まあ即飲んでみましょう。はい、あ、秋山さんこんばんは。はい、今日ちょうどその話したんです。ずっと飲んでると飲み物じゃなくて摂取するものに変わるから飽きないしてました。なるほどなるほど、もう米みたいなもんですかね。はい、もう、まあ、もちろん美味しい米ありますけど、はい、何ですか。会社の子は水で作ってるけど美味しいらしいです。まあ、人それぞれといったところでしょうか。ね、まあまあ、まだまだね、僕はね、一週間足らずのビギナーですね。偉そうなことは言えませんけども、とりあえず言えることは非常に健康的に、ダイエットできてると。じわじわ体重が減っていきつつ、僕あと1キロ痩せたいんです。あと1キロ痩せると去年の稲佐山の体重になります。はい、実は稲佐山から、約1年になりますけども、3キロ太った。びっくり。まあ、3キロ太ったって言っても、2キロは最近太ったんですけど、1キロちょっと太ってて、なかなか痩せない中で、最近2キロ太ったもんで、ちょっと心入れ替えたっていうのが、まあ、実際のところなんですけど。で、まず速攻、落ちました。落としました。それをずっとキープしているという状態でございます。はい。あ、すごい。オープニングトークでも20分経ちましたね。だからコーナー行ってきましょう。本日のお見知りおき。はい、本日のお見知りおきです。結局同じ話になっている。そう、まあ、この話したかったんでね、来週の今頃は僕今こっちにハマってんですよと違う味を出すかもしれませんし、まあ、日本酒に戻ってる可能性もあるんですけど、不思議とね、日本酒を飲む意欲がかなり薄れてんですよ。今日も普通に、沢屋松本っていうね、日本酒を、美味しい日本酒いただいたので、今日はそれを紹介がてら、乾杯しようと思ったんですけど、なんか飲む気になれなくて、この一週間で酒量がすごい減りまして、全然日本酒が減らない。ね。飲みました。ちょびっと飲んだんですけどね。まあ、経済的にもいいのかなと思いますし、体的にもいいんでしょうね。まあ、別に無理して飲む必要ないんで。どっちも美味しくいただければなと思います。あと気のせいかもしれないですけど、夜プロテイン飲むとなんか体がほてってですね、布団の中に寝れない。多分パワーがめっちゃ溢れてる、タンパク質のこう高タンパクでパワーが溢れてるんでしょ、ゴワーっつって、ね、寝れなくて夜飲むのはやめました。夜はヤクルトはね、昔朝からヤクルト飲んでたんですけど、やっぱヤクルトは夜飲むもんだなと思いましてね、夜一本飲めねしております。まあ、そんなこんなしてると日本酒熱が薄れるんですよ。まあそりゃそうですよね。甘いもの食べた後日本酒飲むってなかなかないですもんね。
でございます。はい、秋葉さんプロテインよりビールだね。いや僕もね1週間前まで人のこと言えた口じゃないので全然いいと思います。全然いいと思いますよ。そうやね。はい、プロテインより酒かな。あ、キャミさんこんばんは。こんばんは、こんばんは。3回、お見会言っていただきます。ありがとうございます。今度から投げザバスの方が良いの。いえ、投げ日本酒でお願いいたします。はい。ザバスはスーパーで買いますので大丈夫です、はい。そうです。日本酒ってはね、やっぱね、土地によってね、置いてるもの違います。ザバスはきっと全国どこでも買えますので、同じものがね、安定してね。はい。という感じですかね。はい。ということで、あと4分ほどですが、はい、これですよ。これもさっきちょっとね、キョンさんのコメントからネタになりましたけども、今日甲子園の決勝が行われて、まあ、そんな夜にライブ配信ということでね、このネタを触れないわけにはいかないと。107年ぶりの優勝って調べたら大正5年、1916年だったんですよ。すごい、107年。うちのじいちゃんね、よく扁平足のじいちゃんの話しますけど、大正7年生まれなんですね。慶応が優勝して翌年に生まれてまして、じゃあその大正7年どこが優勝したのかなと思ったら、米騒動で中止って。すごくないですか。戦争で中止っていうのは知ってましたけど、その期間があるというのはね。あとその後考えるとコロナでしか中止になってないんですよ。2年前ですかね。で、唯一それ以外にもうキラリと光る米騒動で中止と。もうこれ見た瞬間、僕がぜん米騒動に興味が湧きまして、何があったとね、何があったんだ米騒動と思って調べてみたら、富山の今の魚津市ってところね、主婦たちが、自分たちの県ね、まあ、米不足になってたわけですけども、それでその魚津から北海道の方に、まあ輸出じゃないですけども、まあ同じ国なんでね、まあ出そうとしたんですね、販売用に、ね、それを阻止した。別に暴力とか振るってないらしいですよ。そういうとこから、始まって、それが新聞でニュースになって、で、いろんな解釈を間違えた人たちが全国で暴動を起こしたと。それが7月ね、23日だったことだったようです。で、甲子園は8月の確か14日とかから始まる予定だったのが、わずか3週間で全国的な暴動になり、甲子園の近くでも、ものすごいこう、なんだかな、火事かなんかなってですね。それでやむなく中止になったなんて話を聞きました。恐るべし富山女子と思いました。はい。はい。はい、KO 優勝。KO フリークですかね。僕も KO 別に嫌いでも何でもないんですけど、特に好きでもなく、仙台育英の2連覇ちょっと見たかったかなっていうのはありましたね。はい。で、去年まで東北勢1回も優勝したことなかったんですよ。その悲願が一気に2年連続って、もう、これすごい。で、慶応もね、エースがね、2年生ですから。しかも、2番手ピッチャーも2年生ですから。これまたずっと強いですよ。ただ、神奈川県の恐ろしいとこは、横浜とかね、東海や相模とか、強豪校がひしめいてますので、そのエース2枚看板がいるからといって、来年絶対勝つと限らないというのがもう恐ろしいとこですね。毎年ね、すごい選手が出てきますからね。はい。私はウォーキング後飲んでるのによく寝れます。あ、本当ですか。サクッと寝れます。なんか、めっちゃパワー湧いてこないですか。もやーみたいな。気のせいですかね。僕、たまたまだったんですかね。うちのじいちゃん、大正14年。あ、まあ、同世代ですからね。うちのばあちゃんが大正15年ですね。で、父方の方になるともっと、僕ね、父が8人兄弟の8番目なんで、もっと上です。下手すら、あ、ちゃんと聞いてないな。明治でしょうね。明治でしょうね。そうと思います。はい。ね、確かに連覇見たかったですね。あ、ビール毎日2リットル以上。すごい。それもすごいですね。体重ってどうですか？ちゃんと2リットル飲んで2キロ減るんですか？毎日。まあ、そらそうですよね。1キロ、2キロずっと太っててたらたまらないですもんね。なるほどな。日本酒のいいとこってね、あんまり量飲まないんですよ。その、せいぜい、まあ、2合ぐらい。結局360ミリぐらいなので、まあ、言うてもって話なんですよね。それよりつまみを気をつけるっていうところがポイントなのかなと。まあ、糖質が高いっていうのはね、ポイントでありますが、まあ、とはいえちょっと糖質も取っとかないとなっていうところですね。はい。はい。2リットル。2リットル、衝撃的ですね。先に107年ぶりは言わない方が良かったパターンでした。あ、いいんです、いいんです。
結局今日プロテインか甲子園みたいなネタですからね。清原ジュニア、そうですね、清原ジュニアね、1年生が留年したらしくて今2年生なんですが、もうあの年齢的に、ダメってことで、ルールでね、来年も引退です。決勝戦最後ね、清原ジュニア出てきましてね、もうお見送りですよ。あ、お見送り画面が石井先生師匠ですね。石井先生師匠の歌、これは今直そう。まず石井雄介先生の名前を消そう。消えた。そして秋田さん、お見送り、はい、お見送りの時間でございます。そう、清原ジュニアね、やっぱね、出てきた瞬間湧きましたね。どうしても期待しますよね、一発出ないかなってね。まあ、残念ながら今日はフォアボールだったんですけども、親子で甲子園優勝ですよ、選手としてね、すごいことですよ。甲子園、親子で甲子園出たってこともむちゃくちゃすごいことですよ。普通出れないんでね、甲子園って各県で1校しか出れない。その中で今年からベンチ入りが20人になりましたけど、今まで18人しか入れなかった。つまり各県で毎年18人しかね、出れないわけです、甲子園。しかも野球留学とかあるので、ね、田舎の学校で強いところ、大体こう大阪とかね、関東の方とか強いところが来てますので、子供たちもね、そういう意味では純粋に、例えば長崎県民とかで今年甲子園出たのって多分数人ですよ。長崎代表創成館高校ってとこあったんですけど、ほとんど福岡のね、方から来てますので、ね、まあ、野球留学がいいか悪いかというのは賛否あると思うので、まあ、そこはね、置いておき、まあ、実際純粋に長崎県民ほぼ出てないみたいな感じになっております。あとね、そういう意味ではあのロン毛ね、ロン毛、ロン毛ってか髪型ね、これ今年話題になりましたね。僕はもう30年前からもう自分でね戦い続けてきました、ね、うちの野球部は中学校の時 J リーグの影響で2個上の先輩が一人も入んなかった影響もあって髪型自由だったんですけど、やっぱり自由になったって言っても結局みんな坊主的なものを強要してくるわけですよ、先輩とか、野球部以外の先輩とかね。なんか野球部は坊主ってなんすかね、変なね、イメージがあって、で僕は坊主じゃないから、まあ坊主だっても入ったと思うんですけど、坊主じゃないからもう喜んで入ったのに、で髪伸ばしたかったのに無理やり切らされることを大人になって歌にしました、髪を切れてね。まあそんくらい嫌だったんですけど、やっとこれが、世間に議論をされるようになったなと思うと非常に嬉しいなと思います。はいはい、しんちゃん2リットルも飲んでるとは思えない体型だから、そんなに思わなかったですね。すごい代謝がむちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。はい、ワンオメだから21半までやりましょう。あんまりそういう理由ではない、むしろ2人の方がもっと長い時間やるべきじゃないですか。はい、さあ愛媛県川之江ね、あ川之江、僕あのあれ見ましたよ、あの夜のネット甲子園ね、幼馴染の双子と男の子と、ま、応援団長の女の子3人、男の子とね一人で、私を甲子園連れてってって連れてってくれた三人の男の子。ね。もうどれが達也なんだみたいな。どれが南、ね、南ちゃんなわけじゃないですか。誰と付き合ってんだっていうことをもう思った時点で、ね、ダメな大人になったなと思いますね。はい。思いません、ね、絶対キャプテンとマネージャー付き合ってますからね、野球部ってね。基本的に。はい。はい。はい、髪を切れって言われ続けたんです。そう思い出しました。今度歌おう。これいいネタです。今年歌わないで、この髪を切るいつ歌うって話ですね。はい、あれ今日は石井さん出ない、わかんない、あと10秒ぐらいありますので、石井先生突然ポーンと出てくることはございません。はい、エースとマネさんのパターン、さあ、いや意外とね、エースはね外部で、エースは外部に別の高校の子と付き合ったんですで、キャプテンね、キャッチャーのキャプテンを出たマネージャーと付き合ったまあ、キャッチャーに限らないな今日もそうですね、仙台育英はショート、慶応はセカンドの子がね、はい、キャプテンでしたですね。はい、そんな話をしたらもう楽しく30分おしゃべりがね、
それの時間過ぎてきました。今週末いよいよ8月27日市原市でふれあいサマーコンサートワンマンライブを行います。ね、もう400名以上に申し込みあるということで、当日むちゃくちゃ盛り上がったらいいなと思います。頑張ってまいります。ではまたお会いしましょう。おやすみなさい。とて寝ましょう。バイバーイ。